当に申し訳ございません。明日天気になれ。じゃあいよいよ今日もう終盤なんで、なんかあのスタッフさんで YouTube に出られる方もいらっしゃると思う。星沢さん、北沢さん、富田さんもそうですし、なんかそのオッサンズの3人、まあ幹部ですよね、から見て今のスタッフさんとかチーム力みたいなことをどう感じてますか？常に進化してるよなっていう感じがしますかね。なんかやっぱり好きなのかなと思うんです、仕事が、雑貨が好きとか、これかわいいとか、これ入れたいっていうのが、根本的に好きなのかな。好きを仕事にしてる人たちが、やっぱり今いる店長、今上の人たちなのかなって感じは、最近すごいするかな。結構最近というか、最近特にそれを感じるってことですか？なんか上に上がってくる人たちっていうか、その店長するとか、はい、バイヤーをするとか、そういう人たちってやっぱりなんかこれをしてくださいっていうからするっていうよりかは、これが欲しい、これが可愛い、これがいいっていうプラスアルファ自発的にしてくる。それって結局好きなのかな。やっぱりお店が好きで仕事が好きでっていう人が上がってくるよね。じゃないと上がれないんですよね。目立ってくるっていうか、頭角表してくるよね。どんどんね、そういう人が出てくるから本当にすごいよね。結構そういう人に限ってめっちゃ頑固かなと思ったら、意外と新しいことをちゃんと取り入れてくるみたいな。それもなんか面白いなと思って。最近若い人で下がってきた人たち、すごいなんか好きも好きだけど、なんか言ったこともちゃんと吸収してくれる。あ、そうですよねっていう。あ、素直っていうのは一つキーワードですよね。結構、まあ、ぶっちゃけ半年前こう言ってたのに今こうなってないとかあることもありますよね。なんか状況が変わるから、それはしょうがないと思うんですけど、なんかそれをちゃんと受け止めてくれる人が多いと思うし、ちゃんと吸収して考えてくれてる人の方が多いんじゃないかなと思ってるんで、それはありがたいっていうか、あ、すごいなって思います。なんかこうチームでね、仕事するのが上手。それはそうかもしんない。なんか言ったことに関しては、まあそれこそ今日佐久間さんの動画喫茶券じゃないですか。なんかぶっこんできたよ。ここでか。なんかぶっこんできた。やらかした けどね。なんか話変わっちゃうじゃないですか。いや、申し訳ございませんでした。いや、なんか何が言いたいんだ。それを、こうなんだよねって言っても、あ、そうなんですね、わかりましたって、なんか嫌な顔一つ、声のトーンを落とさずに、あ、それダメですねって、なんか受け入れてくれる。なんか素直に、まあそれはそれですよねって、まあ、ちゃんとね、説明できればね。いや、こうなんだよねって、だから翌日、当日に、はい、こう、まあ、印刷しなきゃいけないので、まあ、仕方がないですね、わかりました、言ってくれる、まあ、信頼関係。ありがとうございます。あれだよね、ちょっと佐久間さんを落として自分を上げてる。落としてない弁解。言ったことに関して心よく受け答えしてくれる。それは多分僕らもしなきゃいけないし、すごいしてくれるな。返事が気持ちいいみたいな。なんかこ
否定しない文化があるよね。ああ、それはね、そうかもしれない。なんかマイナスに受け取らないっていうか、うん、プラスに受け取ってくれるっていうか、うん、変換をプラスに取ってくれるっていう、うん、なんかじゃあどうするみたいな、うん、それすごいことですよね、うんうん、けど最近それ思ったら、うん、そのまあいろいろ会議とかで、はいはい、その社長の対応とかが、はい、すごいそのプラスっていうか、はい、じゃあどうするっていうか、はい、その結果を責めなかったんですよ、ね、はいはい、前回の会議とかもして、はい、いろいろと結構シビアなことは、はい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 、だけどじゃあどうする、うん、もうこれしかないよね、うん、やっぱりあの好感度気にしてるんで、なかなかシビアな世界で話してるけど、はい、うん、あ、まあ、けどそれもそうだよね、やってしまったことも仕方がないけど、ね、その対応で、まあ、そこはどこまでどうだったかわかんない、攻めなかったのはすごいんだ、うん、あ、やっぱりね、いろいろこうなんでこうなったんだとか、うん、こうじゃねえだろうとか言って、うん、もうあんまりいい結果にならないって気づいた結構前に、うん、結構でも言うのこれは深いよ、だけど、うん、なんでこうならないんだって思うことってただあるじゃないですか、うん、まあ、あるんですよ、プライベートでもあるし、うん、そう、仕事でもあるし、プライベートでもあるし、うん、多分ね、結構あるし、うんうん、で、自分で考えて、まあ、って思うこともあるし、うん、いや、なんかあの受け答え、じゃあどうするみたいなところって、うんうん、多分、トップがそれをやってると、うん、自分たちもそうしなきゃいけないし、うん、じゃあどうする、うん、こうなった結果が悪かったら、うん、次どうする、うん、ちょっと何言ってるかわかんない、多分下にも通じんとかなっていうか、自分はその人にしていきたいなってちょっと思って、うんうんうん、なんでこうなったのっていうふうには言わないでくる、うん、そうなんだよね、あんまり結果につながんないんだよね、そのコミュニケーションがね、うん、けど割りくし言いたい、そうなんだよね、でもさ、それってさ単純にさ感情の問題だからさ、まあまあ、あんまりなんか感情論になってもさ、いや、うん、ポジティブな方だったらいいと思うんだけどさ、うんうん、さっきその否定しないみたいな社風というか風土というか文化みたいな、うん、他になんかそういう共通するなんか 3A といえばこういう文化が確かにあるなみたいなのってあるんですか、その否定しないとか、多分表彰制度だよね、それはそうかもしれないですね、うん、ね、うん、結果の悪かったいろんな指標があるけど、結果の悪かった人とか結果の悪い店に対してどうこういうことはないよね、結果の良かった人に対して表彰するっていうだけで、まあ基本的にはそうですね、全部、うんうんうん、でもそれもなんとなくじゃなくて、うん、ちゃんと見れば数値化されてて、そう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 、叱るべき人がちゃんとジャッジをしていくっていう仕組みにはなってるので、で見える化してるから結果悪い人は分かってんじゃん、うん、自分結果悪いっていうのは、まあ、そう、うん、言う必要ないっていうか、ね、うん、そうですね、でこうなんていうかな、そのネガティブなことに対してのアイメッセージとか、私はこう思うよ、あなたが悪いと思うよっていうことにならないんですよね、その仕組みがあることによって、うん、それはめちゃめちゃ、まあ、そういうふうにやるなっていうのも結構いいし、ね、そうですね、あ、うん、それやってうまくまずないですよ、うん、やっぱり覆面調査の点数悪かったお店とか、うん、その調査票にちょっとね、悪いバッテンついてる人が誰なのかとか、うん、分かっちゃうよね、お店でね、うん、まあ、見れば分かりますからね、でもそれに対して何か言うことは絶対にやめてください、うん、事実として結果は共有するけど、うんうん、っていうことですね、なんか僕らの考えばっかりもちょっとスタッフさんがこうする話結局なんか仕組みがいいけど、今回
あの、堀役さんの表彰されて、はい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 、はい、めっちゃ喜んでましたよ。へぇ、なんかやっぱり、個人で表彰されるっていうのって、はい、なんかやっぱり、一スタッフさんっていうか、特にアルバイトさんだと、他人事というか、言われる、まあ、自分じゃないとね。自分じゃない。だけど、そういうとこにスポットが当たるっていうのは、あ、私も主役になれるっていうことで、思える。そういう意味では、なんか微妙なんだよっていうところで、なんか動画とか撮れるけど、ちょっと嫌だったし。って、ちょっと思ったんですけど。何て言うの？厳しいちょっと当たり強いですね。分かってる。今分かってたはずだよ。なるほど。以上です。以上です。現場からは以上です。でもそういうことですよね。でもね、個人が表彰される制度がちゃんと会社として用意してあるし、すごいいいところがちゃんと。あのうちの雑貨事業部で、はい、その。チャンネル、アシテンチャンネルでも結構やってるけど、サービスとポップで全国のね、うん、ポップレベルの賞をもらってるじゃないですか。そうなんですよ。ね、何千店舗とかさ、の中のさ、しかもさ、何回ももらってるじゃないですか、それってさ、もう単純にさ、スタッフさんがすごすぎるんだよ。まあ、そうですね、これは間違いない。なんでか知らないけど、うちの会社ってスタッフさんのレベルが異常に高いんだよね。そうですね、本当に間違いない。会社のレベルはそうでもないと思うんだけどさ、スタッフさんのレベルは異常に高いんだよね。なんでだろうな、まあ、おっさんこんなんだから本当すごいよな絶対自分スタッフだったらありえないもんなぁと。中川さんポップで撮れるかもしれないか。全国レベルのおっさんじゃないですもんね。そうだね。そうだね。スタッフ全国レベルなんだよ。負けてらんないですよね。いやちょっと無理だと思うね。いや、スタッフさんのがすごいもん。大好きです、本当に。すごい。へぇ、なるほど。サービスオブザイヤーにしても、なんか別にすごい外から見て評価を受けてるわけなんで、すごいよね、本当に。社長がね、市町村レベルなのにさ、スタッフは全国レベルなんだよね。うーんとか言いづらいけど、そう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 、そうそうそう、続けない。ちょっと難しい。否定してくれればいい。あ、そうかそうかそうか。じゃあさ、そんなことないよとか言えよ。じゃあ、そんなことないですよ。そんなことないっすよ。いや、でも、スリーエーさんのスタッフさん。避けた。さすがにそうなんだよ。条件反射的に。結果的にやっぱスリーエーさんのスタッフさんはやっぱすごいと。すごいよね。いや、どこでそんなにすごくなったんですかね。なんかよくわかんないですけど。どっからだろうね。からでしょうね。だけどなんか残ってる人たちって、やっぱりなんかすごいスタッフさんっていう。教育する側がやっぱりなんかいい人残ってますよ。なんかどこの店舗にしても今は。勉強熱心っていうのはあるかもしれないですね。あ、向上心がね。いや、好きなんだろうね、まず。すごい思います。この間もあの旭川の長山店で、スタッフさん、僕たまたまお店に入ってたら、はい、ディスプレイに関して質問していいですかって来てくれて、僕結構あのチャムスコーナーをこう考えてたの、はい、多分こんなのだと思うんですけど、はい、でもちょっと質問していいですか、自分なりにここまでやってみたんだけど、ここから先がちょっと分かんなくて、部長だったらどう考えますかって、僕の方なんですけど、どうしてますかって言われて、あ、だったら、こうこうこうやってあげて、でもこれ以上やっても、多分あんまり意味とかないと思うから、ここまではすっごいいいと思うんだよねって、なんか、いいコミュニケーション取れたな、質問されたこと自体もすごい嬉しかったし、で、その方は、すごいあの、動画も見て、
勉強してくださってますね。でも伸びるスタッフさんって質問多いかもね。あそれは多分そうですね。なるほど。会社としてもそれはあれですよ、ね、ちゃんと頑張ってる人とか楽しんでるやってくれてる人がちゃんと残るようなが表彰されたりとかっていうことがそういうちゃんと残るような居心地がいいみたいな自然とそうなってるのかもしれないですけど、まあ、仕組みもありつつっていうことですよね、なんか話を聞いてると素晴らしい会社と社員さんなんだなっていうことが分かります。結構ね、なんか本当に協力し合う感じがすごくいい。あそれはそのことですね、本当に、ね、うん、いろいろなんか得意分野が違う者同士が補い合う感じとかあるみたいな。そうですね、なんか誰と誰が敵とか知ってる範囲ではあんまりないかもしれない、やっぱりあの15年ぐらいやってきて、うん、ベテランの人とかだと、うん、もう2回3級入ってる人とかも何人もいるし、管理職で結構なポジションでやってる人が1年休職してまた戻ってきて、そのままできるっていう、それもやっぱりね、あのいろいろ補い合ってるから。なるほど。多分産休の人たちってこう前ほどずれてるよね。それは自然発生的にですよね。だから相談してんじゃねえかと思ったんだけど、私今言ったから次あなたですみたいな。何も言えねえ。でも結果的になんとなくそんな感じがあるんですか。うまいことね。チンポチンポ使います。使います。マジかよ。今つぶいつつある。そうですね。でもあの今年は佐久間さんが高校野球に忙しいから。結局プライベートの話で終わっちゃう。いい感じではあるとは思う。そうですね、なんかね、決して悪くはない。あ結構だからなんかいろんな働き方ができる感じはあるよね。いやそうですね。ね、関わり方もフルで関わる人もいれば副業しながらみたいな感じの人もいれば、なんかうまいことやってる。なんかその選択枠が多い。あそうだね、すごいそうだね、いいと思うんですよね。どこまでやりたいかね、その人次第で選べる感じはあり、ね、なんかその選べるようになってきたかなっていう、いやじゃないとね、人がなかったら取れないよね、なんか副業はダメだとか、何時から何時までだとか、あんまりね、みんな同じにしちゃうと、もう無理だよ。スタッフさん的という目線的には結構攻めれるという、次のレベルに行けるんじゃないなっていう感じが。そうなんだよね。ちょっとどこの店舗もしてるんですけどね。結構、うん、人が育つ風土になってきてる。いや、そうですね。みんな素敵です。感謝してます。今の心こもってなかったです。俺なんて多分あれですよ。もうなんすか。いや他のスタッフいないとやってらんないっすか。それはそうだよ。まあそれはみんなそうだよ。本当に何だかお店では全然何も分かんないですか。それはダメなんじゃない。それはどうなの。細かいこととかちょっと分かんない。俺はそれで言ったら俺なんて一番分かんない。一番分かんないですね。今日佐久間さんがデータ消したっていうのは分かったけど。こと細かい言い訳をした。朝一で電話したんです。電話っていうかもうみんなで伝わるように6時半ぐらいにメッセンジャー入ってます。メッセンジャー入ってました。でもそ僕見てなくて社長が電話かって言ってで、でもちょうどトライアルにコール買いに行ってついて、ポケット向かおうかなと思った時に電話かって見たって、すいませんまだ見てないんですけどなんかね、データ消したみたいなんで、ね、あの大抽選会の商品紹介の動画で朝日館で撮ったやつ。そうなんですよ。僕と中村さんと富田さんと北田さんと結構そう4人でオールスターですね。オールスター。いやそれはオールスターっす。オールスター、で結構まあまあいい感じの撮れたかったかなっていう動画だったんですけどね、でしかもね明日アップしなきゃなんないんだよね。そうだ、決まってるそれ前提でもう広告出るとか
あ、全部決まってるやつだから、お店も準備してるから。なるほど。絶対に明日あげなきゃなんです。それありきなんです。そうです。それを前日にデータ消えてる。あと編集してあげるだけなのに。つれ。編集も9割8分くらい。いやー、それつらいな。あの、しくじり佐久間です。一回ちょっとあれです。そんなことあると思って。僕本当にダメだ。再起動とか10回くらいやりました。再起動したら何データ復活すると思ったの？もうなんかいやもうあるかあるか1% の可能性にかけるんですよね。次は多分だよ。2回ぐらいで分かるだろう。でもその間に違うことやる。2回やって違うことやって、うん、再起動かってまた思うんですよ。いやけど僕もデータ消したことあるけど、いや、うん、で、うん、全部忘れたくなるよ。俺のデータも消したくなるよ。もうあの関わっていただいた人には本当申し訳ございませんってしか言いようがないっす。本当に結構もうさらっとでしょ。しかももうその段階で受け取りにいるからね。そうこんないの超いい。すっげーすっごい広々としたコテージの中でチーンってなってたった一人、うん、で結構いい時間だったんで、夜は、うん、うわ、誰かに言ってもなみたいな。なんかすごいテンパり具合が伝わるメッセージだね。まあでもそういうミスというか失敗みたいなところもカバーしてくれるスタッフさんがいるでございます。たまたまね、来た目にね、商品あったからね、なんとか景品早く入れてたんですよ。で全部ナチュラルハイ用意してくれてて、でガレージだとちょっとなかったのがあったんで、あ、これないかなと思ったら、うん、でナチュラルハイの店長に聞いたらこれ以外ありますよ、ね、うんうん、ね、あのお店でお客様に受け渡すように綺麗にこうリモートかけてくれたのを全部ピシャーってやって、うん、動画用に向けて本当に申し訳ございません。謝罪動画になって、謝罪動画やっちゃった、ね、謝罪動画になってから面白い。ありがとう、もっと責めるか。ありえないだろ。何も言い訳できないから。確かにもう受けるしかないですよね。そんな吠えてる場合かも。編集しろみたいな。やばいやばい、つらっ。そう考えたら、そう言われたらね、そう言われてやるしかないかな。ということで、じゃあ今日も一日どういうことなんだかよくわかんないですけど、まあスタッフさんにありがとうの謝罪ということ で、はいでね、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。